知ってるかふるさとを前回の袴田チャンネルで決めたんですけど、まあ、前回ってだいぶ昔 ね、だいぶ前なんですけど、うん、今回は第2弾第2のふるさと王決定戦ということで、うん、先生が大学時代から出た滋賀、私はアナウンサーとして生活してた宮城、はい、5年間住んでたんで、はい、での知識を競おうという決勝では青空君が待ってると、はい、そういうことになります、はい、で決勝に進むのはどっちなのかというどっちなんだいということで、はい、これはあの勝ち抜けなんで、そうです、ふるさと王と言ってもビリを決める戦いになります。ビリになったら、ビリになったらその都道府県は立ち入り禁止だから、いやでも本当にそれやめてほしい。1年間ね、1年間だから今年ね2024年立ち入り禁止。いやだって私宮城に試合見に行かないといけないから、アナウンサーでやってたから知らんことないやろ、はい、確かに知識ってね、だんだんこうポロ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 抜けてっちゃうもんなんですよ。それだって静岡でも何も知らなかったそうそうそうだって静岡私ビリだから、うん、それではいきます。はい、お、来ました、出る第1問は滋賀県から、はい、滋賀県の市町村、市町村ちょっと可愛い感じですね、市町村、覚え、覚え、滋賀県の市町村別人口ランキングトップ3かけ、順位も当たってて市町も当たってたら 1.5 点、はい、私もうこれにしとこ、もうこれ手にしとこもう有名なとこだけこれはもう滋賀県の人は知ってると思う、ね、ですよね、でも滋賀県じゃない人も、うん、絶対その市町の名前言われたら、うん、絶対聞いたことある、あります、うん、まあ、でもそれが滋賀県ど、まあ、わかんない市町村が全然あるからね、うん、青空君みたいに千葉の高校って言って上層高校、そうです、茨城だから、そうそう、川は渡ってるから、はいそれ超おもろい、できましたか、はい、はい、これひらがなでいいですか、いいですね、はい、せーの、じゃん、大津、大津、大津市で2位が米原市か、 あ、そうなんだ、3位がもしかしたら東近江かなとか思ったりもしてるんですけど、ちょっと自信がなかったです。それではいきます、はい、第3位、彦根市、へぇ、彦根なんや、なんだ、彦根なんや、113,647人です、へぇ、よかったか、噛んで、第1位、大津市、おー、やっちゃー、1ポイント、1ポイントね、問題はここね、はい、でも絶対これなんです、新幹線止まるし、第2位、草津市、草津やったー、あ、え、草津や、そうや、ちなみにバイバラは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13位でございます。全然少ないじゃん、だからバイバラは市の中で一番下です。あ、そうなんだ、なので、1.5 点 0.5 点です。おお。1ポイントマイナスになるので、宮城県クイズ、はい、いいですか、これはね絶対取らないと、これ袴田さん取れます、取れる、本当、そんなもん出すなよお前、初めから分かっとってよ、いきます、はい、仙台空港はどこにある、じゃあ1蔵王町、2名取市、3仙台市、いい問題やな、はい、これは分かるけど、私もごめんなさい、私もごめんなさい、これはやっぱ分かるよでも3択だからな、うん、これはもう優しい、やっぱり3択はね、直感でいくわ、コンピューターに、うん、はい、はい、はい、どうぞ、せーの、はい、名取、2番名取、正解は名取市、よし、よかったー、これが実は仙台じゃないっていうね、よかった、いや、たぶん離れてる、何気に遠いからね、そう、第3問、滋賀県クイズです、滋賀、はい、滋賀といえば織田信長が建設した安土桃山城、はい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 、が有名ですが、うん、安土桃山城が建築された跡地は、うん、現在でいうと何市町でしょうか、3択です、何市町、だから市なのか町なのか、あー、はい、そういうこと、はい、1、はい、安土市、2、うん、彦根市、3、近江八幡市、よし決めた、安土城跡地です、あとね、はい、今ないんや安土城って、だってもう、あ、燃えたじゃん、あ、そうか、いや私はもうこれは勘ですけど、いやでもマッチな気もするな、せーの、いや、よし、3番近江八幡、そう1か3か迷った、正解は近江八幡、よーし、そっちか、よし、
やすし、近江八幡市、彦根市の順番に並んでるんですよ。へぇ、それね。あ、そうなんだ。あの、彦根は彦根城があるから多分ないだろうなと思って。ってことはどっちかなんだろうなと思ったけど、でもなんか近江八幡の方がなんかお城っぽいじゃないですか。確か八幡みたいな。うわぁ、ってことは今 2.5 よし、よし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 、あと3問だよ。はい、はい、じゃあ宮城県の問題です、はい、2024年最新調査、地元の女性が選ぶ、うん、自慢できると思う宮城県出身の著名人。著名人静岡県トップ3。トップ3書かないといけない。はい、銀になる、間違ってたら銀点、当たってたら2ポイント。あ、ちなみに6位に千葉雄大、うん、あー、はいはいはい、俳優さん。二人書こうかな、一人でやめとこうかな。俺ってマジで分かんないです。たらこれで減点、間違えたら減点ですよ。減点です。あ、でも 順位関係ないのか。関係ないです、うん、確実に。じゃあ行く。うわー、ちなみにこの3名は、うん、でも知ってます。全然もう有名です。そしたらもう私確実に一人取りに行くわ。地元の人がこの人いるんだよって自慢ができる人ですよ。それって、いや、じゃあ名称ね。うんうん、2ついけるわ多分。先生も多分今ね考えたら一つ分かると思う多分。はいはい、いきます。はい、せーの。はい、サンドイッチマン。サンドイッチマンと羽生結弦さん。あ、おお、ゆずリスト。サンドイッチマンっていうのは、はい、よし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 。両方正解まだあるけど、どうぞ競技して。まあまあ、もうじゃあ罰にする。罰にしましょう。やっぱりね、正確にかけなあかんすもん。じゃあマイナス1。じゃあトップ3ですね。はい、ちなみに、1位がはいサンドイッチマンさん。おー、1位。はい、加納栄光さん。あ、確かに牛タン牛タン言うとったやん。加納さんが2位なの。加納さんは3位で、2位が羽生。わー、よかったってことはマイナス1ポイントと0ポイント。はい、今だ何ポイントする。 2.5 と 1.5 だ。 2.5 と 1.5、 でも加納さんこういろいろあったじゃないですか、うん、だからその3位に入ってくる。私最初荒川静香さんって書いてて。あ、さあ、あと2問よ。はい、はい、滋賀県最終問題です。ダダン、甲子園問題です。よし、あー、もうダメだ、これはダメだ。滋賀県の高校野球のチーム甲子園出場、うん、夏の選手権優勝回数0回です。おー、そうなんだ。滋賀県はまだ甲子園で、うん、春も夏も通して、優勝が、ありません。はい、47都道府県で、うん、春も夏も甲子園まだ1回も優勝したことがない都道府県すべてかけ。合ってるだけで1ポイント、間違ってたらマイナス1ポイント。なるほど、はい、滋賀県以外ってことですかね。あ、滋賀県以外、うん、これでも先生ちょっと強いと思う。いや、強いよね。そうですね。いや、俺分からん。でも、ゼロはないやん、書くの難しいね、これね。いい問題ですね。いい問題よ。それ見てる人も全部言えたらすごいよ。うん、住んでるとことかね、地域だと分かるのか、うん、いや、そうそうそう、やっぱね、私これで勝負しようかな。何個あるのか、何件あるのか知りたい。すごい、どんぐらいあるのか知りたい。じゃあ行きますよ。はい、せーの、ドン、はい、島根県と鳥取県。私は山形、岩手、福島、秋田、青森。めっちゃ沖に来てない？リコしか書いてないって、うん、ガチで俺2つだけだと思ってた。3つや、4つ、あともう1個怪しいのは香川かなと思ったけど。私は香川は観音寺中央が優勝した。マジか。いや、私は東北って、今まで初の白川越えをってずっと言ってたじゃないですか、うん、その中でこの間その優勝しましたよね、うん、でも夏、それは夏の話なのか春もあるのかが分からなくて、うん、とりあえず東北の県を書こうっていうことで東北書いて5県書きました。それでは、はい、全部で何個あるかまず言うね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。結構ある。結構ある。9、10、11。結構ある。12。お、私入ってるかもな。入ってるかもな。いきます。はい、まず春も夏も優勝したことがない都道府県、はい、宮崎県。へぇ、そうなんだ。道南。島根県。よし。鳥取県。よし。先生、じゃあもうプラス2だ。安泰とこ行きましたね。で、まあ、滋賀県ね、はい、石川県。へぇ、石川のいいよ。続いて、はい、富山県。
あそうなんだ。新潟県、うん、新潟もないんや、分離。福島県、よっしゃー。山形県、よっしゃー。秋田県、よっしゃー。岩手県、よっしゃー。青森県、よっしゃー。これはすごい、よっしゃー。5ポイント、5ポイントってことは私 7.5 ポイント。うわ、 3.5 ですね。 3.5 ポイント。それはすごい。そういうこと。すげえ。あ、でもまだ次これ最終問題じゃない。最終問題はさ、それだけ選べるのを選択の、そうだ、ね、答えがあるやつにして。いや俺ガチで分からんで、宮城は、うん、逆転したいで。うん、だから袴さんにはのほか、多分これは袴さんは勝てると思う、この問題は。本当ですか。うん、じゃあ先生のどれだけ野球知識があるかですか。あるかどうかだけが勝負。おお、はい、じゃあ最終問題、逆転ね、逆転。はい、はい、宮城県といえば楽天。はい、それはそうです。はい、楽天に関する問題であります。はい、楽天の歴代開幕投手、楽天創設の2005年から今年までを全部書けます。全部、はい、で名前と選手が、うん、名前と年が当たってたら、名前が当たってたら1ポイント、うん、年も当たってたら 1.5 ポイントになります。はい、だからまず横に開幕投手の名前だけ書いて、ここにね、年を、年を何年に投げたのも書いていって、その何年が当たってたら 0.5 ポイントになるし、外れてたら、何年が外れてたらマイナス 0.5 ポイント、はい、で選手の名前が当たってたら1ポイント、でやったことない選手の名前書いてたら0、あのマイナス1ポイント。はい、だから全部で30ポイントあります。これ先生結構強いんじゃない。分からん、俺でも分からんよ、これ分かんないっすよ。だってだってもう去年の開幕誰だっけってなる。だってビジター開催やったら、だってゴールの開催、開幕投手をしたピッチャーだったらかけるやん、かけるかける、誰がしたか、うん、だからそしたら最低でもその人数は1ポイントずつ入るから、先生頑張んないと誰も見えへんで、ね、本当に3年だけ刺したの頭さんになるんで動画開いたら僕らの感覚なんでやねんっつって、記憶って消えるんやな。そうそう、記憶って私もうこれぐらいかな。あと2013の開幕は分かるんですよ。あ、2013優勝したんですか。優勝してます。いやこれ分からんわ、もうこれぐらいしか分からんわ。ちょっとなんか3年経ってる気がするんだよ。本世とか今年あるんだ。じゃあ出してください。せーの、じゃん。田中マー君、則本さん、岩隈さん、早川投手、岸さん、永井さん。私は岩隈さん、マー君、則本、岸、和久井、早川です。2005年から言っていこう。はい、お願いします。岩隈、はい、よし、一番、うん、おー、あーそうなんだ。岩隈、2006年から11年まで岩隈、うん、で12年マー君、やった、これ年数待ってる。で13、14、15、16が則本、あ、3つ合ってる。で17が美馬、あーそうだ、美馬な、そうだ。で18が則本、18則本、19岸、19なんだ、騎士。で20則本、はい、21年は悪意、よっしゃ、年数待ってる。で22年則本、はい、23年マー君、うん、で24年早川、よっしゃ。で待って、私年数全部当てた、書いた。24年早川、ちょっと待って、長井さんやってないの。長井やってない、はい、マイナス1ポイント。あれ騎士さんやってますよね。やってます。騎士はやってるよ、19年。1、2、3、4、5、僕は4点獲得。1、2、3、4、5、6プラス年数が 0.5、うん、1、2、3、4、5、6、7、8ポイント、ボロ負けです。これはちょっとセコいっすな。え、いや私結構さすがだな、確実な年数も全部合ってましたもん。勝ち抜けでーす。本当はこれは最弱王を決めるっていうのがこのチャンネルのメインルールなんですけども、先生と青空くんが負けちゃって、そんな決勝戦誰が見るんやっていうところで、パプリカ花が咲いたら